サンセバスティアン・ニップスコアバスケットクラブ SAD は、スペイン・サンセバスティアンを本拠地とする、プロバスケットボールチーム。リーガ・コブ所属。スポンサー名称は、ラグーン・アロ・ GBC。2001年にディップスコア、BC として結成され、サンセバスティアン市営のポリデポルティーボ・ムニシパル、JA ガスカを、ホームアリーナとして使用していた。2005から06シーズンに、レブ・オロで優勝し、 初のリーがアッコブ昇格を果たした。2006年には規定に則っ,ってチーム名称をサンセバスティアン・ギプスコア BC に変更し、ホームアリーナを闘牛場でもあるサンセバスティアン・アレナ2016に変更した。2006から07シーズンには18位でレブ・オロに降格したが、2007年にパブロ・ラソがヘッドコーチに就任すると2007から08、 シーズン後に再びリーガアッコブに昇格した。5位となった2011から12シーズンには、アンディ・パンコがリーガアッコブ得点王、最優秀選手賞を受賞し、オールアッコブチームにパンコとセルジビダルが選ばれた。2012から13シーズン後には17位で、レブ・オロに降格するはずだったが、CB アタプエルカと CB ル・セントム・アリカンテがリーグ参加資格を得られなかったため、 サンセバスティアン・ギプスコア BC がリーガアッコブ残留となった。ありがとうございます。